はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。亀岡小平です。はい、今日は、火曜日練習行きたいと思います。はい、昨日の夜帰ってきてですね、今日はやっと本拠地に戻れるということで、はい、昨日の反省を生かしたいなと思います。そうですね、やっぱいつも迷いながらやってます。迷いながら、昨日はやっぱり本当に試合みたいな感じでやれたので、こうなんだろうな、本当のところが出てきたなと、まあ本物の情報を得れたかなと思いますね。多分開脚旋回とかもあるし、違う環境で違う人が見た時に、あれ亀ちょっとこういう技術違うんじゃないのと、こういう前こうなってもっと良かったよみたいな、こういう感じで良かったよみたいなことを、そうですね、清風学園の監督に、アドバイスしていただいてですね、ああ確かにその視点はなかったなとか、なんか新たな発見をすることができたので、それだけでも合宿行ったのは成功かなと、個人的には思っています。まあその反省を生かしながら、ちょっとね今日めっちゃしんどいけど、まあでもちょっとこうできる限りね、今日頑張りたいと思いますね。試合だったら全日本選手権とかだと大体4日間5日間くらいぶっ通しで動かなきゃいけないので、今日は5日目ですかね。まあその体力作りっていうことも含めてやっていきたいなと思います。じゃあ行ってきます。はい、じゃあ今日も見ていきましょうね。これはあれかな、ちょっと開脚の前に閉脚旋回を一回挟もうかなと思いまして、まあ昨日の失敗から学んだことですね。あとまあ政府の、まあ、監督さんにですね、なんか亀なんか前の方が開脚旋回足開いてたよっていうアドバイスをいただきまして、あ確かに上半身を動かすっていうことにはずっと意識を置いてたんですが、足の方を開いて、コントロールさせるっていうところがちょっと抜けてたかなとね。だからそれだけでもね、その合宿行った意味あったというか、すごくありがたいアドバイスいただきました。はい、でまあそう、さっきやったやつで思ったんですけれども、なんか、まあ、さっきのやつは全部全力かな、全力で回してみて、大体だから10割で、7技かな、7つの技をやったんですけれども、まあ、それだと相当しんどかった。だからそう考えた時に、まあ、人の心を浮かすっていつも言ってますけれども、10個の技をマックスで浮かすっていうのは相当こう体力に自信ある人間じゃないと難しいんじゃないかなっていう、まあ、そこ鍛えろよっていう話かもしれないですけれども、まあ、実際試合ではね、こうなんていうのかな、自分のコントロール下に置きたいっていうところもありますから、なんかそのマックスでやるってことと、それからまあ6割ぐらいできるっていうことのまあ間が必要なんじゃないかなっていうことをちょっと思いましたね。でこれ開脚、どうだろうな、まあやっぱここだな、開脚で見せれないって、やっぱ僕の演技構成っていうのはこう花が出てこないっていう感じがちょっとありますね。なんとかしないと、まあこれ6割ぐらいで、まあ、最近12割とかみたいな感じでこうガーッと回してたんですけど、やっぱりこう安定させた安定的な演技っていうのも練習しとかないと、やっぱりどっちも必要なんだろうな、間が必要なんだろうな、間を取るために両方行くっていうのが必要なんだろうなと思いますね。これ、開脚旋回の往復かな。そうやっぱここちょっとやっぱ昨日、合宿して思ったのは、やっぱ体はあるなと思ったんですよね。その強い体っていうのはあるなと。ただこう、強いて言うならやっぱ技術かなって思ったんですよ。まあ、開脚のところにしてみても、開脚のこう技術がちゃんとまだつかめてないから、こう強い体で対応してるっていう、ただそれだけっていう感じだったので、少しこう技術を重点的に練習するっていうことが今の僕には必要なんじゃないかなと思いました。まあね、帰ってきて久々でした、いい練習でした。はい、お疲れ様でした。今日も練習終わりました。まあそうですね、まあ、きついなと思ったけど意外といけたっていうことが良かったかなと思います。あとは何より暑いね、あとはそうだな、こう、まあ、人の心っていうことをずっと言い続けて、まあそれは最上のものとして、あとはまあ審判の先生たちが言うその減点のがどうのこうのっていう、減点を減らす、そういう作業、なんかどちらも一方だけ見ちゃいけないのかなって今日練習してて思いました。そのやっぱり間がいい、なんか全て中央がいいんじゃないかって僕自分は思うんですけれども、そのやっぱり間がいいなとに答えがあるのかなと今回は思いましたね。その全部頑張るってわけでもなく、
または逆に全部頑張らないっていうわけではなく、まあ、演技に関してね、忠義の技に関して、まあ、全部マックスなのかっていうのもダメだし、全部、6割ぐらいでやるっていうのも多分ダメだと思う。やっぱメリハリがなくなっちゃう。その間がいいんじゃないかなって今日なんか練習してなんとなくふと思ったので、まあそういう練習を、かけていきたいなと思います。はい、じゃあ今日もお疲れ様でした。チャンネル登録とかいいねとか、コメントとか、よかったらお願いします。じゃあお疲れ様でした。